はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日は明日イベントガチャ更新が予定されており、今後の日程も判明したということで、明日のイベントガチャ更新予想を確定した今後の日程まとめ、タイムスリップ第4弾累計開封をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。ということで早速やっていきます。まずは明日のガチャ予想。明日は複数のガチャが予想されます。まず一つ目が自チームタイムスリップ狙い撃ちスカウト第4弾。タイムスリップ登場後はほぼ毎回登場するガチャのため、今回も来るのが濃厚でしょう。取り逃したタイムスリップを獲得するチャンスではありますが、基本はスルー推奨です。続いて二つ目がポジション追加のガチャ。今来ているすべてのガチャの終了日ということで、ポジション追加が来るでしょう。今現在投手8人、野手9人となっており、どちらが来てもおかしくない状況です。予想としてはドラフトスカウトでライト追加とさせていただきます。目玉ポジションのため、さすがにこの辺で出さないとまずいでしょう。続いて明日のイベント予想。例年シリーズ1では4回覚醒が登場しており、今年はまだ3回のため覚醒の登場が濃厚でしょう。期待の若手と絡まして覚醒系イベントの開催と予想します。ここで直近できている覚醒系イベントを見てみましょう。まとめると4月4日から対決カーニバル、6月6日からプロスピタワー、13日からプロスピパーク、7月5日からプロスピパークとなっています。予想としては本命が対決カーニバル、対抗がプロスピタワー、通常イベントでエージェントエースとさせていただきます。せっかくポジションが出揃いそうなので、エージェントエースに覚醒を絡ませるパターンもありそうです。続いて明日来る開催告知、後半戦活躍選手予想の告知がやってきます。調子くんのしおりで紛らわしい書き方をしていますが、予想開始自体は6日からが予想され、おそらく2週間開催になるでしょう。2週目はセリーグが7試合やるということで、オーダーの工夫が必要となってきます。開始されてからは活躍選手予想答え合わせの生放送をできる限り行う予定なので、楽しみに待っていてください。上位を目指して頑張りましょう。明日の更新予想は以上となります。まとめるとテロップの通りです。覚醒で期待の若手の登場が予想され、目玉のライトの追加がようやく来そうということで、注目が集まる更新になると思います。楽しみに待っておきましょう。また調子くんの夏休みのしおりで今後の日程が判明したということで、軽く見ていきます。まずはその1、野球観戦を楽しもう。こちら先ほども触れた活躍選手予想、すでに開催されているリアルタイム予想のことになります。報酬的にもバカにできない内容となっていますので、興味がない方もやってみることをお勧めします。ちなみに自分は活躍選手予想に集中したいため、リアルタイム予想は累計回収のみ行い、後半参加人数が減ってきた時に何回かランキングに入る予定です。続いてその2、パワプロコラボを楽しもう。8月8日からパワプロコラボとしてログインボーナスプレゼントキャンペーンが始まり、リアルタイム対戦のイベント急震災が開始となります。セレクション第3弾についての記載がないため、開催されるか怪しい状況となってきました。そして20日からはパワプロの日カウントダウンログインボーナス、23日からパワプロコラボのドリームキャラバンが開催となります。タイムスリップに関してもパワプロコラボのドリームキャラバンに絡ませるのか、今年は第5弾で終わるのか、いろいろと読みづらい状況です。続いてその3、リアルタイム対戦を楽しもう。具体的な記載はないですが、コミュニティ大会の開催やゲームバランスの調整、ダルビッシュチャレンジカップの決勝大会が予定されています。ゲームバランスの調整ではパワーヒッターの強化の他に新特殊能力の追加もあるということで、注目の調整になるでしょう。スピリーグの告知がまだ来ていないのが唯一気になるところです。調子くんの夏休みのしおり、今後確定した日程の振り返りは以上となります。注目点はどのくらいあったでしょうか。個人的には明日開催告知が来る活躍選手予想で頭がいっぱいな状況です。皆さんが楽しみにしている予定、今後の日程についての感想など、良ければコメント欄の方で教えてください。残りのシリーズ1もプロスピを楽しみましょう。この情報が良かった方、今後の更新が楽しみな方、ぜひ高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。
続いて毎回恒例のイベント途中経過です。イベント攻略動画で解説した通り、自然回復で進め、グランプリの得点はスタミナ回復を選択している。自分の進捗状況としてはすでに累計回収が完了しています。31日の11時に回収が完了し、残りはチャレンジカップを終わらせ、試練にスタミナを回す予定です。累計回収が完了したということで、勝負の累計回復をしていきましょう。ということで、タイムスリップ第4弾、勝負の累計回復の方に移っていきます。まず自分の狙いの選手としてはテロップの通りです。投手は全て4600以上で固まっており、ヤシの実が狙いになります。一番狙いが唯一4400のセーブ枠かつミート型の森選手、二番狙いが純正強化かつ称号でミパエ同値が狙える村田選手という状況です。今現在のオーダー的にパワー型があまり気味のため、村田選手は称号を決める必要があります。ということで、勝負の累計開封をしていきましょう。シリーズ2に持ち越せない契約書が何枚かあるので、そちらと一緒に引いていきたいと思います。まあ、ここからのゴールド契約書はシリーズ2に持ち越せる時期に受け取ったので開封しません。まあ、合計4連で引いていきましょう。お願いいたします。さあ、まあ確率的にはね、12分の2でちょっとね低い確率であるので、まあ当たったらラッキーな感じで引いています。さあ、まあ村田選手なんかもね、2番狙いで、まあ純正強化でね、たまたま継承できる選手なので、まあそこら辺当たってくれたら嬉しいなっていう感じになります。お願いします。まあ皆さんの結果なんかもね、良ければコメント欄の方で教えてください。さあ誰が来るのか、累計開封はいいので期待したいと思います。浅尾選手ということで、まあピッチャーも4600で揃っているので、まあシリーズ2のミキサーなんかに回そうと思います。契約書開封の結果はこんな感じです。そして明日から活躍選手予想の事前登録期間ということで、軸となるオーダーがこちらになります。活躍選手予想の攻略動画を少し前に上げましたが、そこからオースティン選手が離脱し、岡本選手のポジションがコロコロ変わるようになってしまったため、状況が変化している形です。サードは村上選手、 DH は岡本選手で固定し、ファーストは外選手、オスナ選手、山川選手の使い分けになると思います。投手の方は最初の週がセリーグ7試合のため、セリーグの中継ぎ抑えを多めに組み、2週目は逆にパリーグの中継ぎ抑えが多めになります。そのうち信頼できる先発を何人か入れる形です。投手の作戦会議は月曜日の生放送で行う予定なので、楽しみに待っていてください。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日は動画内でも触れた通り、イベントガチャの更新が予定されているということで、イベント攻略動画を上げる予定です。良ければ見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。